今回は、ガンバ大阪時代でも一緒に戦いました、苦楽を共にしましたガンバ大阪レジェンドです。かなりの頭脳派でございます。たまには何を言ってるかわからない、頭脳すぎて僕にはチンプンカンプン。さあ行ってみましょう、カーサポ。はい、今回のゲストは橋本秀郎さんでございます。間違います、はい、お約束秀郎です秀郎です。現役時代から思ってました、はい、秀郎なのか秀夫なのかどっちかもうはっきりしないというこの秀夫です。秀夫、はい、今回来てもらった理由があります。はい、はい、12月16日、14時から、まあ、ここのパナソニックスタジアム吹田で引退試合をやることになりました。お、はい、もうほぼほぼ告知でございます。はい、よろしくお願いします。皆さん見に来てください。あ、これでもね、なんか引退試合開催のありがとうサッカーっていうなんかテーマが、はい、自分がサッカーによって今の人生を歩めたっていうところでありがとうっていうことを言う日にしたいなと。普段からね、家事散歩を見ていただいている皆さんに、見ていただいている皆さんにね、はい、ね、はい、あのコアな方に、コアなね、はい、まあ、ゴール裏を埋めてもらえたら嬉しいなってやっぱ思いますよね。あのちょっとメンバー見たら、うん、あのやっぱレジェンドのね、うん、あの松並さんとかもね、うん、松並さんといえばやっぱりもう関東7匹のこのちょっとエリオとあれはエリオ立つのかどうかっていうね。あそこで多分1万人は増えると思うんですよ、あれ立てれば。エリーつけるんかな、もしかして。あれいるよ、あれちょっと、過去つけてたはず、つけてた。あ、じゃあ立つと思いますね、襟がこうピッて。それ誰がやるんやろな、誰がやってくれんやろな、俺がやらなあかんな。いや、それは松並さん、じゃあ促してね、それは。今皆さんこのね、まあ、ガンバもうレジェンドですけども、今何をされてるかっていうのも興味あると思います。そっちも言っちゃっていいの？もう、いや、それも言ってもらって、それはみんな気になってると思いますから。大学、関西大学の、あの非常勤講師で授業を持ってます。うわ、ぽいわ。はい、っていうのと、あとは履正社の高校で今外部コーチでサッカー部のコーチをしてます。で、まだあるんですよ。 まだあるんだ、まあ、まだあるんで、何してんのもう、はい、で、あと大阪大谷大学っていう富田林の方にある大学の、そこもサッカー部の外部コーチを今はしてて、で、あと鎌倉にまだあるの？あ、まだあるんですよまだあるんですよ、働くね神奈川県の鎌倉にある鎌倉インターナショナルっていう神奈川県一部のチームなんだけど、そこのアドバイザーも。それ体一つで足りんの、それ。なんとかね。で、あとは、あ、まだあるのもうさ、多いね、もう分からへん。あともう一つは神戸明石を中心にサッカースクールと、明石を中心にジュニアエースチームを。それはもうハッシーの自分の持ってるチーム、チームとして、まあ監督とかは別にいるんだけど。で、そこにはFC 周りの岡田さんの岡田メソッドもちょっと勉強させてもらってて、っていうジュニアスチームをやってます。でもこれ今言ってないですけど、他にもありますからね。他にもね、はい、何個かありますから、はい、あの別のあれでインタビューさせてもらった時に、あ、そうですね、はい、そういうのもいろいろまた授業もやってるんで、せっかくこのね、あの来てもらったのでもう出してる引退試合、12月16日行われる引退試合のこのメンバーですけども、はい、日本代表フレンズ対2005年の大阪、はい、これメンバーがすごい。そう、まあ2005年の時はね、まあ、そう、2005年のガンバね、まず、まあ、もう本当その時に所属してた選手全員に声をかけさせてもらってて、はい、まあ、そういう形で今現状こう発表できているメンバーはこういうメンバーで、まだ追加で来る人はいるんじゃないかなと思うので。これアラウジョ来るの？これそう、え、アラウジョブラジルでしょ。そう、ブラジル。今何やって、なんかスクールみたいな、サッカースクールやってるようなこともちらっと聞いてるんで。でもちょっとね、期待出してるっていう話だけは聞こえてる。怖いもあの人もで、あとフェルナンジーニョも、うわ、ね、ちょっと復帰する、現役復帰するみたいなちょっと記事も上がってる。フェルはまだ動けるね、うん、まあ、あとはね、前の前線で言ったら二川、大黒あたりもね、このホットライン強烈です ね。でもちょっと二も今ティアも平方で監督やりながら、
ちょっとボール回し入ったり動き出してるらしい。おお、ちょっと引退試合に向けてちょっと動き出してるらしい。うわ、懐かしいな。上の年代やったら先ほど言った松並さん、はい、桑江渡辺さん、三津さんだったり森岡茂さんとかは上の年代で、はい、まあ、右ウィングバックとして2人で1人っていうような、なるほど、っていうメンバーも来てくれるんで。なるほどね。アジ散歩。これでも代表はね、もうこれ皆さんこっちでちょっと呼んでるメンツで変わってんのが、まあ、カジ、ミチ、バン、うん、まあ、そのあたりですかね。ガンバで僕が一緒にやったけど、うん、ちょっと2005年にはいなかったメンバーはこっちの代表の方で、あ、なるほどね、入ってもらってるっていうような流れにはなってるかなって。まあ、あとはガンバに関わってたイナもいるし、コンちゃんとかもそうだし、これはでもまあそうそうたるまあメンバーやね。そうね、メディアに出てる選手がちょっと多いかもしれない。多い、うん、ここで指導者とかっていうと、あ、でも健吾が、健吾、内田篤人、ね、あ、そこはロールモデル、ね、まあそれは、うん、指導はやってるけどね。どちらかというとなんかこの喋り専門のなんかあのそうやね、喋れるメンバー多いね。喋る人ばっかりやね、この人らね。確かに坪井はもうデルチューバーやしね。あの人の YouTube に出る人専門で出るチューバー。じゃあ誘ったらすぐ出てくれんねんな。すぐ出る。どこでも来るからこの人。オッケーオッケー、はい、あとはもう一番心配なのは、うん、ここの状態ですね。ここの太り具合。あ、ここね、この前会った時ね、太ってんねんけど筋トレもしてるらしい。だから厚みがやばい。言ってた俺だよ。これあれ脂肪じゃないですよ、これ筋肉なんですよみたいな感じ。いや、もう脂肪やろこれと思いながらめっちゃ筋トレやってるんですよみたいな感じで言ってた。そう、だから大きさは単なるこうぷよぷよした感じではないけど大きい。まあ、こんな2つの豪華メンバーになっております。はい、はい、皆さんぜひ12月16日橋本秀夫さんの引退試合見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。でも今後は、うん、まあ、そういうことをやりつつ最終的にはこうどういうところを目標に。指導者がゴールです。自分はプロの指導者になろうと思ってます。え、それはもしかしてガンバ大阪が呼んでくれればできると思うんですけど自分がやりたいって言ってもね、させてもらえないからね。今回の引退試合だったらもう、うん、ほんまスーパー監督やね。岡田さんと西野さん、この監督2人が来てくれるっていうのはすごいよね。うん、でもお互いの監督のこの思い出あります？西野さんで言ったら、まあ、2005年に優勝した時に、祝勝会があってホテルでパーティーする時にリーグ優勝した、ね、親が挨拶に行くんよね。まあ、一緒に、あ、橋の親が、そうそう、自分の両親が、うん、まあ、やっぱり監督にちょっと挨拶したいって言うから連れて行くやん。でお世話になってますみたいなところで、橋はなんかその陰で頑張ってくれて、いろいろ頑張ってくれたんよみたいなことを言われたのがすごい印象に残ってる。あ、やっぱ見てくれてるっていうのはね、うん、で岡田さんはね、ワールドカップ決まった後にこれから本気でやはりベスト4を目指すメンバーと一緒に戦っていきたいっていう話をする中で、本気で目指すメンバーと俺は歩みたいっていうことを言ってて、で俺は2009年まで呼んでもらってんけど10年になって1回も呼ばれんかったよね。つまりそういう人間じゃなかったんだなって思ったっていうのが思い出真剣に戦うっていう意味で、そう、真剣やのにな。いや、足りんかったんやろなって。西野さんとほら、もともとガンバのユースからずっとさ、うん、アカデミーから育って、ガンバでも育ったようなもんやん。もう俺は20年いたからね、ジュニアエースからやから、中1からやから。ガンバの思い入れって相当やね、やっぱりそういうアカデミーから育ったってことでは、うん、まあ俺個人としては、まあ、中1からそっからなんかサッカー選手になりだした。サッカー少年でボールを楽しく蹴ってたのから、要はこうフットボーラーみたいな感じで、プロを目指すっていうところまで俺はイメージできてなかったけど、そのサッカー選手として育ててくれだしたのは中1からやから、そこから本当にいろいろ挫折も味わいながら。それを中1で感じんの？それは中1で感じるぐらい衝撃的な挫折を味わったんで。何挫折って？これ宣伝していいの？まだいいよ、それいいの、まだあんねんけど。宣伝多いねんからな。12月
後半にはなると思うんですけど本を出します。タイトルは、タイトルは 1% の才能っていう、これはもう絶対絶対買うやつやん。これこのタイトルってめっちゃ大事よね。これ 1% の可能性、うわ、あ、才能、才能、 1% の才能間違えてるからね才能ね、うん、1% の才能ね。どうぞ。はい、ポジション争い、はい、ポジ引退争いでポジション争いの梶と内田篤人のはい、今これ言うことでめちゃめちゃプレッシャー感じてるよね。